私の大事な人はみんないなくなるんだ。こんな町、爆弾落として吹っ飛ばしてやりたい。それは言い過ぎだな。ん？なんだ？え？また？嘘でしょ？え、なに？力を使った副作用か？どうして私がこんな目に？どうしてまたここに？なんだあの透けてる鹿は。場所は同じ灯台があるところもんな。これあの鹿を追ってけばいいのか。まだいるの？おい、おーい、危ねえ。当たったらどうなってたんだよ。え、おわー、ちょっと待って、通れなくなったんですけど、どうすんだこれ。巻き戻せばいいのか。よし、でこの隙に通ると、これでいいのか。あ、鹿いるな。なんで透けてんの。何、なんか鹿の姿。ちょっと待って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 、こういうギミックがあるゲームじゃない、なくね。鹿の姿した妖精かなんか。そんな、また竜巻が。おお、待ち、やばいって、死ね死ね死ね、やばいやばいやばい。で、ついてきた。あ、消えた。え、え、なに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 これ。もう巻き戻して早くなんとかしなきゃ。巻き戻さないとどうにもならないやつ。おい、当たったら死ぬな。あ、それ、ね、ない。ちょっと待って、ぐずぐずしないで巻き戻そう。巻き戻すしか選択肢はないんだな。あのマックスが死ぬ描写はあの描かないようにしてんのかな。ちょっとこれ読む。うん、10月11日。11日、今は金曜日、あと4日しかない。あれ7日じゃなかったっけ。これね、未来なの。あの竜巻、町に向かってる。どういうことこれ。ん、クロエ、よかった、戻れた。どうしよう、やっぱり夢じゃないんだ。私どうしたら。おい、大丈夫か。気失ってたぞ。違うの、聞いて、また見えたの。町が大きな竜巻に襲われる。オレゴンに竜巻なんて滅多にない。夢だろ。本当なんだってば。空気がビリビリするのまで肌に感じて。とにかく落ち着けって。クロエ、信じてよ。他にも聞いてほしいことがあるの。すごくありえないこと。言ってみなよ。今日授業中にも同じ光景を見たの。我に返ったら時間を巻き戻せるようになってた。笑わないで、嘘じゃない。いや、何言ってんだ。トイレでクロエを助けた時だってそう。そうそう、時間を巻き戻したっていうのか。そういうことなんだ。クロエが撃たれるのを見たの。クロエが目の前で死んで、だから戻って非常ベルを押したの。マックスが想像力豊かなオタク少女ならばよく分かったけど。違うんだって。アニメとかゲームじゃあるまいし。ゲームですけどね。できるの、本当に。怖くてしょうがない。落ち着けって。今日はいろいろあったから。信じてくれよ。おい、なんだこれ。雪？こんなにあったかいのに。言葉かぶった。バカな。異常気象、嵐の予兆かも。マックス、最初から話してちゃんと聞くよ。信じてくれそうだな。あ、デイビッドか。この人はクロエのお母さんか。あ、ウォーレン、大丈夫か。顔の傷は。いいやつだったなこいつ。ケイト、
っとなんか裏ありそうなんだよな、あの写真。あ、誰だあいつ、初めてだよなこいつ、出てきてないはず。あ、ビクトリア、おい、お前何剥がして捨ててんねん。校長かこいつは。ジェファーソン先生、この人は序盤で出てきたけどその後全然出てきてないよな。こいつ誰だっけ、なんかやり取りしたの覚えてるけど名前忘れた。これ何のファイルだ、ん、なんて書いてんの。エピソード1、スタッフロールか何かこれ。エピソード1が終わったっていうところか。エピソードごとになんかこういうスタッフロール的なものが流れるのか。でもまだ全然エピソードいくつまであるかわかんないけど全然まだ序章のはずなんだよな。クロエとの再会と、まあ、それぞれお互い今までどうしたかっていう話までがエピソード1って感じかな。で、まあ、多分マックスが得た力のことをクロエにあの後話したんだと思うけど、この後はどうなっていくのか。いやちょっとさっきも言ったんですけど、いじめられてたケイト、ただいじめられてるだけの子だったら助けてあげたいっていうそれだけなんですけど、デイビッドが持ってた写真見たらなんかケイトにも裏がありそうで、なんか一枚噛んでんじゃねえかなって思うわけですよ。まああんな写真隠し撮りしてるデイビッドがそもそもいろいろやばいなっていう空気はあるんですが、まあ家にも監視カメラいくつもつけてて、多分学校内にもカメラをいろいろつけてるのではないかという話が出てきてたんですけど、まあ今んとこ確実に信用できるのはやっぱクロエだね、相棒ポジションだし。ああいう性格だから結構無茶したり突っ走ったりしがちだからそこはうまくコントロールしてあげないといけないけども、まあ間違いなく信用はできるな。まあ何より個人的にああいうタイプのやつは嫌いじゃないので、結構出てきた作中のキャラクターの中では一番好きかもしれない。あとネイさんが、まあ、学校を実質牛耳ってるような感じで、まあ、校長に呼び出されたけど結局は校長もなんかマックスの親になんか連絡してマックスが悪いみたいな嘘ついてるっていうような感じになっちゃってるんで、ちょっと学校内での立場もあんまりよろしくない感じになってると思うんですが、あとはな、味方にできそうな人を集めたいかな。ビクトリアは嫌だけど、あいつはなんか困っても助ける気がないな。まあ、ケイトどうなんだろうな。まあ、最後出てきた描写では普通に一人で泣いてたから、あれだけ見るとなんか別になんか裏の顔があるとかそういうことではなさそうなんだけど、あの写真だけが気になるんだよな。で、デイビッドが悪いやつなのかどうなのか。まるっきり悪いやつってことでもないような気もするんだけど、クロエとの折り合いは最悪だけど、分かり合うことは、まず難しいだろうな。
まあちょっといろいろ選択肢はプレイヤー次第のところが当然このゲームはあるわけですけど、エピソード1での選択がどこまで次に影響してくるかな。マックスはだいぶ目つけられてるのは多分間違いないな。校長からの印象も良くないだろうし、あのケイトをかばったことでデイビッドからも目つけられてるし、うん、結構その辺かいくぐりながら、まあ、次の目的は何になるのかな。クロエと一緒に協力してレイチェルを探すっていうところかな、まあ、次のエピソード2の冒頭でそこがある程度定まってくると思うんですけど、っていうかこのストフロール長えなエピソード1だけでこんなに長いの、なんかもうゲームが完全に終わったあのエンドロールみたいな感じになってんだけど、いやまあ、ちょっと感想というかここまでの話ちょっと話してみるか。いやこのゲーム日本だけじゃなくて海外でもすごく人気があるゲームだと思うんですが、なんかプレステのフレンドというかフォローしてくれる人が何人かいらっしゃいまして、このゲーム始めてからなんですよ。でなんか言語見たら日本じゃなくて海外の方らしいんですよ。うん、それだけの名作だってことは間違いないので、このゲームは別になんか特別なね工夫したプレイしてるわけでもなく、行き当たりばったりでやったり、別に面白いこと面白い発言ができてるわけじゃないので、まあそもそも海外のことだとしたら言葉は分かんないと思うんですけど、まあ、それでもなんかフォローをわざわざしていただけるということは、まあこのゲームが本当にすごいいい作品なんだなって、ゲームに恵まれたなってちょっと思ってますけど、まあちょっとフォローいただいた方もし動画見てくれてるとしたら、ちょっと楽しんでいただけてるかどうかわかんないですけども、まあ今後も見ていただけたら大変ありがたいです。まだ続くのかなこれThanks for playing。 いえいえこちらこそ。これで終わりかな、さすがに。お、これここまでのプレイヤーの選択肢か、パーセンテージが書いてるけど、これはフレンドデータ、あフレンドの方がどの選択肢を選んだかっていう、でチェックマークがついてるのが親が選択した方だよな。ビクトリアをからかった方が少数派なんだな俺はそっち選んだけど、デイビッドからケイトを助けた、これも最初は写真を撮っただけで後からやり直したんだよな。クローゼットに隠れていた、これも僅差ではあるけど一番多数派だな。ダニエルに似顔絵を描かせなかった、だってあんなやつに描かせたくないもん偏見ですけど、グランド先生の署名に協力しなかった、あれ俺協力しなかったっけ、あれどうだっけ、えあれどうだっけこれ、あーなんか違うセーブデータでやりましたからかな。アリッサを助けた。うん。あれだ、ボールぶつけられた時だよな。ケイトのホワイトボードの悪口を消した。ああ、なんか廊下に書いてあったですか。植物に水をあげた。
これもやったな。あとは、あれ、小鳥を助けた。これ少数派だな。ああ、でもあれ確かになんか助け方がよくわかんない感じだったからな。一応あれやり直し、巻き戻しして窓を開けたら助けられたから、意外とあれ気づきにくかったかもしんない。助けたいと思ってる人は多かったと思うけど、助けられなかったっていう感じかな。それで助けた方が少数派になってるような感じかもしんないな。で、終了、罰、これでいいのか。え？わ？はい。え？何今の？え？エピソード2時間切れ。エピソード2の何、予告の映像かなんかかな？今のは。じゃあ、エピソード1終わったから、ちょっとここで一区切りにしようか。じゃあ、また次回よろしくお願いします。